まあ、源氏物語だと、ね、うん、やっぱ源氏を振る強い女性こそみたいなのが書かれるので、うんうんうん、だからこうお母さんはこの動画は古典好きの3人日本酒サロンがお送りする2024年大河ドラマ「光る君へ」の感想会です。というわけでこんにちは、ごきげん上々いにしえの鬼 VTuber きらこです。こんにちは、よろずのことの葉を愛する古典 VTuber よろずしゅうはです。こんばらー、令和の羽衣伝説若月ポンコロイドの野原青です。どうですか、今のところの感想というか全体的な。早く幸せにしてくれって感じ。毎週毎週ちゃんと来週が気になりませんか、うん、めっちゃ気になる。ドラマめちゃくちゃ面白くないですか。阿部の春明やユウスケサンタマリアの字面の違和感がめちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃカタカナじゃんみたいな。春明陰陽師ブームの時って若さにあふれてる、清廉さにあふれてるみたいな感じだったと思うんですけど、はいはい、今回の「光る君へ」に出てくる阿部の春明ってちょっとそのイメージとは違いますよね。お金を積まれたらやっちゃうんだみたいな。ちゃんと政治のことが見えてるっていうか、金家も雷が落ちたのを吉兆だみたいな話を第1話の時にしてたと思うんですけど、ああいう風に自分の方に風が向くように占いとかの結果をうまく使ってたんだなっていうのがすごく分かって、やり手なところも見えるいい春明だなみたいな。そうできた人が成功していくのかなっていうことだと思います。金家のこう自分にいいように使っていく力がすごい1話から出てましたよね。自分のお家の出世のためにがその根本ですよね。ちょっと悪どい感じに見えるじゃないですか、どうしてもその政治世渡りをする上で、はい、どんな手を使ってもみたいに。お父さんがなんちゃらっていう官位以上に行くと子供もスタート地点が上の方の官位から始まるっていう制度があるじゃないですか。道長がお姉さんに言われてましたもんね、その、はい、お父さんが右大臣だから、はい、あなたは何もしなくても偉くなれるわみたいな。そう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 。なんかでも源氏物語の中では光源氏が自分の息子に高い地位を得られるはずなのに、あえて低い地位から始めさせてちゃんと勉強させるっていうシーンが入っているので、ありましたね。なんかそういうね、お父さんのその自分の家のためにどうするっていうのがなんだろう伏線じゃないですけど、なんかね、その道長は何もしなくても高い地位でいられるっていうのとちょっと対比になってるなっていうのを思いました。真宙が後々今まで思ってきたことをその物語にしたためると思うので、何か思うところがある描写も出てくるんでしょうかね。私これ絶対言おうと思ってたことがあるんです。はい。一応の衝撃的なシーンいくつかあったと思うんですけど、はい。真宙ちゃんがツインテール。しかも結構高いやつ。そう当時の女の子ってどういう髪型だったんでしょうね。子供たちの髪型すごく身分差が分かりやすい。あ、身分差は非常に分かりやすくされてましたよね。そのご飯のシーンとか感覚のシーンとか、服とかから、お父さんが久しぶりに仕事を得た時に着た服とかも、今まで着てたペラペラのね、ひよひよの服じゃなくてピシッとしたカビ臭いカビ臭いやつ。色がねでちょっと鮮やかになってましたね。あ、4話で弟くん元服してたわ、そういえば。そう、ぬるっと元服してて、ぬるっと「太郎!」って元服見たかったけどと思って。1話で一番衝撃的だったのはやっぱりラストシーンだと思うんですけれど、そうですね、はい、紫式部のお母さんって、死因がはっきり分からなかったと私は記憶してるんですけれども、一応病気ってことになってはいますけど、ドラマの中でもその病死にしようみたいな描写があったので、あ、その歴史って後から見るとね、本当に残ってるものしか分からないんだなというか、はい、本当はもしかしたら本当になんか別の死因だったかもしれないけど、お父さんが病死ってことにしようってなったから、後々の世場で病死になってるっていうのはありえるなぁなどと思いながら見ておりました。いやー、1話なぁ、衝撃的でしたね。1話うまいなって思った。でも日の打ちどころのないお母さんが、ああいう形で亡くなってしまうっていうのはすごいやっぱりみんなショックじゃないですか。ああ、日の打ちどころがないとはちょっと私は思わなかった。あ、本当？なんかこうかわいそうな女性の擬人化みたいな感じで思っちゃった。なんかお参りとかしてすごくお父さんに尽くしてるのに、お父さんはどうしてお母さんだけじゃないのみたいな、まひろは思ってたから。なんかでも紫式部がなんか一番嫌いな女性像だろうなって思いました。うんうん、あ、そうなんだ。まあ、源氏物語だと、ね、やっぱ源氏を振る強い女性こそみたいなのが書かれるので、だからこうお母さんはそっかそっかなのかなと思って、お母さんのようにはしたくないって思ってそう書いたのかもって思いましたね。私お母さん像としてはすごくいいお母さんだなというふうにしか見てなかったので、すごく新鮮な意見だ今のなるほど。でも確かにすごく当時の女性としてはすごくいいお母さんだなとは思いました、そのやっぱ後々出てくる女性たちが多分結構強い感じの方ばかりだと思うので多分ああいう女性は貴重な気がします、このドラマでは。女性像といえば宮中でね、女房たちがささめき合うシーンが結構毎回のように出てくるじゃないですか。 あれ状況把握にめっちゃ役立ついいですね、分かりやすいシンボルとしてそういう女房たちの噂で世間の評判ができていくみたいな印象付けとしては非常に分かりやすくていいなと思って見てましたね。東の中将様嫌な方みたいなこと言われたじゃないですか私たちを疑うなんてみたいなあれいいタジタジなロバート秋山にめちゃめちゃ笑ってしまいましたやっぱその半分は女性でできてるわけじゃないですか、帝の周りの人たち、お世話役の人たちはほとんど女性なわけだから、だから女性に睨まれたらね、帝に告げ口されちゃうかもしれないし、すっごくやりづらかったんじゃないかなって思って。パートのおばちゃんに嫌われるとめっちゃ仕事やりづらいみたいな感じがすごいあの時のサネスケっぽいなみたいな、オフィスで営業さんがジムの女性に嫌われたらやっていけないみたいな感じですねそう今でもそうみたいなあ、昔と今で共通点探せるのいいですね。その女房たちが強いのに対してその身分が高い女性たちがみんな悩んでるのがすごい、それも対照的だなって思って、円佑天皇の奥さん明子さんが、4話でもすごいなんかちょっと辛すぎるなって思ったんですけど、あと2話かなでなんか女性の幸せ、女性はどうしたら幸せになれるのっていうセリフがすごい印象的で、なんかその源氏物語のヒロインたちが常に悩んでいたことと同じような感じなのかなと思って、だからすごいこの時代の女性たちの悩みのなんだろうテーマみたいななのかなって思って、ともこさん逆にその第4話でお父さんに強気で言ってたのが多分珍しいだろうなと思って、その天皇に嫁ぐの嫌だって普通の女性だったら言えないと思うので。強いなって、幸せになれるのかしらとまで言ってますねすごいですよね、あんな女好きのところに行ってみたいなそうなんだったらもう見初められたくないからごせちの舞姫譲ってましたね自分はお父さんの道具には絶対なりたくないってことですよね。葵の上のモデルなのかなって思ってて、崋山天皇に嫁ぐのかって言われてて、で結局天皇じゃない人に嫁ぐっていうところが確かに葵の上だと思ってたので、なんか逆に今日はその自分から断ったのが結構意外で、あ、そういう流れにするんだって思いました。って言われたらなんかそんな風に感じてきました。まあこの後のこともありますしね。ね。ああ。4人の若き貴公子たちが集まって喋ってる時に F4 ね F4 藤原4人で F4 って言われてますねX とかでね言われてましたけど忠信さんが智子様に「文を送ってんだ俺」みたいな「俺のこと待ってるのかも」とか言ってましたけどいやこの先が楽しみですね。楽しみですねいやなんかあそこの女の子たちの集まりこうしましょうねとかってこう赤染衛門先生に言われた時に「はーい」そうその「はーい」が好きすぎて本当にギャルの会話と変わらないですね今のさいやでもあそこにまひろは馴染んでいけるのでしょうか。いや無理じゃない？無理ですね一番最初のシーン、まひろがこうポチャって雨漏りしてきてパチって目を開けるシーンがあると思うんですけど、末妻花の屋敷が雨漏りしてて家がおんぼろになると雨漏りするっていうのを知ってる貴族ってなかなかいないと思うんですよだからその発想が出てきたのここかみたいな感じで思いながら見てましたね。幼い頃の経験でね、雨漏りするもんなんだと家が休暇するといやもうずっと映るたびにちょっと笑ってたんですけど、まひろのお家の門の横すごい大穴開いてません？だってあと紫式部で有名なね逸話も1話で出てきましたね。そのお父さんからさ、お前がおの子だったらよかったのになって言われたり、弟が漢文を習ってる横で聞いてるだけで覚えちゃったっていうのとか出てきてましたよね。鳥を飼ってるっていうのが見えた時にあーってもう思いましたもん。私思いましたね。絶対逃げるじゃんってカゴに鳥がそう逃がしてしまったのになるじゃんってなりましたね。なりましたね。であれが「源氏物語」でいう光源氏が若紫を初めて見初めるシーンの有名なところなので、そこがもう真宙とさ三郎の道長との出会いと重なってるっていう点でもう今後ね「源氏物語」ってそういう軸で書かれていくんだっていうちらっとこう、伏線が見えましたよね。道長が大きく関わってくるよっていう。2話で代筆仕事を真宙がしていた時に「夕顔の花が咲いていたので」みたいな話から「夕顔の歌」を読んだのかなっていうシーンがあれもねその我々の中では多分「源氏物語」の夕顔のオマージュだろうっていう話に収録前になりましたでじゃあその時に書いた和歌って何だったんだろうっつって急遽さ青さんが調べてくれたじゃないですか読みましたそしたらどうやらやっぱりその夕顔が源氏に歌った歌を返した源氏の方の歌なんじゃないかな説が今出てきますよね。モチーフをいろんなところに我々が気づいてないだけでもしかしたらもっとあるのかもしれないです。あでもさその後にさその4話で代筆仕事してるって言ったから言ったのにいなかったじゃんまた嘘言ったのみたいな会話があったじゃないですか。でそうです嘘ですっていう嘘をついたじゃないですか。ついた。でもそれ見破ったじゃないですか道長が。見破った。あんなことされたら好きになっちゃうよね本当のこと分かってくれたってなっちゃいますよね。なっちゃう。めちゃめちゃ少女漫画じゃなかったですか。分かる。ずっとラブコメでしたよね。言うのか言うのか言うのか邪魔されたみたいなめっちゃ多いですよね崋山天皇めっちゃ可愛くないですか。あれ冠取ってパンツ下ろしてんなって思いましたちゃんと昼食入りましたもんねナレーションで下着を取られるのと流されるのと一緒のようなものである。実際史実であったらしいですねそういうことをしたみたいな。やっぱ女好きで有名なので、その即位式がねあの時すごいドキドキしたんだけど、なかったと思って安心したら左大臣のね、高見倉に女官を連れ込んでモニョモニョみたいなっていうのが言っちゃったと思ってこう頭がただただ悪いわけじゃないと思うんですよ。その政治もさそのやる気があって一生懸命やろうという気概はねあるし、そのやっぱ自分が天皇になるって分かった途端に勉強にちょっと励み出したりとかさちょっと可愛いなって思う点があれ可愛いですよねありました。そうなんかだって実資をさ呼んで「クロードの塔を続けてくれ」って言った時に断られて「なんでなんで?」みたいにすごい暴れて「おじ上」っておじさんに甘えるじゃないですかめっちゃ可愛いその後パンツ脱がせるんですけどあと後のことも考えるとあんまり崋山天皇って私憎めないんですよね。すごく今のところ好きです。あの状況で左大臣と右大臣のこと信用できないって言っちゃえる強さはすごいなって思う。すごいですよね。でそこで信用を勝ち得てる実資の凄さはあそこで分かったと思うんですよ。視聴者に最後にこれだけ言われてください。私言いたいことがあります。猫めっちゃ可愛い。デジタル源氏物語っていうサービスが最近できまして、なんと本文と与謝野晶子の「源氏物語」を並べて見れたりとか、めっちゃ助かる。あとは「絵入源氏物語」っていう挿絵が入ってる源氏物語が江戸時代の初期から出版されてるんですけど、その挿絵が全部見れたりとか、このシーンあのオマージュだっていうのがやっぱり絵に起こされてることでこう分かりやすくなったりするんじゃないかなと思うので、よかったら第5話もね締め難しいな。いやーね、言っちゃったね言っちゃったね1時間以上喋ってしまったこの収録が一体何分の動画になるのか交互期待あとね、最後にちょっとだけエンドカードで源氏物語ゆかりの品をちらっとご紹介するので、そちらも最後まで見ていただければなと思います。それではバイバイ日本史サロンでした。ありがとうございました。